それでは環境エネルギー社会基盤の分野で受賞されましたインターメタリック株式会社の代表取締役社長をしておられます佐川正人博士に、世界最強ネオジウム磁石はこうして生まれたという非常に興味深いテーマでお話しいただきます。今日のお話はネオジウム磁石についてですが、ちょっと財団の方から用意してくれたもので、あるのでちょっと見ていただきたいんですが、ネオジウム磁石は皆さんも毎日肌身離さず持っていらっしゃる携帯電話に使われて、こういうものですね。この携帯電話の中の絵がこれ出てきますが、見えますでしょうか。これブーンってなってますよね。これにもう全部 100% ネオジウム磁石ですね。ですから皆さん毎日お付き合いしていただいてます。それからネオジウム磁石って最強磁石ですから、ここにこれ用意していただいたこれぐらいの大きさになるとね、これ2つ持ってピタッとくっついちゃうともう離れないんですよね。で皆さんにお回ししてこの触ってもらったら一番いいんですけど、危ないぐらいですから、ちょっとここでテストしますと、ここにベアリングの玉がありまして、鉄の玉ですね。でこうしてこううまくやるとたくさん取れるんですよね。でこういうすごい強いものですね。鉄、この磁石 1g で計算では 1kg の鉄が持ち上げられるんですね。それぐらい強いものなんです。で、今日はですね、そんな磁石を どのようにして、見つけたのかというようなことについて お話したいと思います。はい、タイトルは、世界最強ネオジウム磁石はこうして生まれたというものですね。それで、この筋書きでお話しします。まず新しい磁石を見つけるには、この原理的なところをちょっとお話しします。これは周期表、元素の周期表ですね。で我々の身の回りの物質、私たちも含めて全ての物質はこの元素周期表の中の100余りの元素からできています。それで、磁石の元になっているのはこの赤い、箱の中に入っている26番の鉄、27番のコバルト、28番のニッケル。これらは鉄属元素って呼ばれてるんですね。で記号で呼ぶときは T ということにします。 T、トランジションメタルっていう英語があるんですが、 T ということにしますね。それからもう一つの磁石の元になっている元素はこの黄色の箱に入っている元素で、全部で16種類あるレアアースって呼ばれる元素ですね。最近話題になっていますが、よく、レアアース、これを代表して記号で呼ぶときは R と呼ぶことにします。よく R って言葉出てきますので、覚えておいていただきたいと思います。で、このレアアースの中で磁石に関係の深い元素は60番目のネオジムと、62番目の SM サマリウム、それから66番目の DY ディスプロシウムですね。それから磁性の磁石の元になっているわけじゃないんですが、磁石を補佐する大事な役割をしているのがこの5番目のボロン、それから6番目のカーボンもこの今日の話題の中に出てきます。磁石はミクロに見るとね、どんな物質なのかと、私たちの話はもう本当にこう本当にミクロの話なんですが、これは原子レベルのに拡大して見た時の磁石の中身なんですね。それでこの人形がこうたくさん並んでます。これは磁石の元になっている電子なんですね。この磁石の元はこれは鉄属元素だけ、 T 元素だけでできた磁石なんですね。それをミクロに見た時の絵です。でその周りにこうくるくるこの周り動いている、これは磁石と書いてます。これは例えばもう出来上がった磁石で、今からお話しする最強磁石ネオジウム磁石でいいと思います。
そしてこの図はですね、磁石を手に持って、くるくるとこう回してですね、磁石から磁界が出てきいますので、発生してますので磁界をかける方向を変えてるんですね。でその時の様子をミクロに見た図を描いてます。で、その磁石の元はですね、全部電子なんですね。でこれはね、子どもに説明するときに作った図で、その時は電子のことは磁石の元の電子は電子ちゃんって呼ぶようにしまして、その言葉をねちょっと使わせていただきたいと思います。で、電子ちゃん、接続元素の中の電子ちゃんはですね、このようになってまして、頭の側が N 極になって、足の側が S 極になってるんですね。こういう電子ちゃんなんですね。で、接続元素の中の電子ちゃんはみんな仲良しで、仲良し電子ちゃんと呼ぶんですね。で、このように、磁界の方向に変化しますけれども、いつでも同じ方向に向いてるんですね。こういう性質を持ってます。で、この強い磁石になるためにはですね、 N が全部一方向、 S が一方向になっている必要があります。ですから強い磁石になるためには、すべての磁石の元が同じ方向を向く必要があります。ですから、仲良し電子が主成分である必要があるんですね。で、仲良し電子を持っているのはこの T 元素、鉄コバルトニッケルですから、こういうその接続元素が主成分である必要がある。これが大事なことですね。いつも同じ方向を向くというのは第一条件ですね。ところが、いつも同じ方向を向いているだけではダメで、強い磁石は仲良し電子だけではできません。強い磁石は全ての電子ちゃんが同じ方向を向いて、しかも方向を変えないと、そういうものでなければいけないですね。で、その方向を変えないという、そのためには、頑固電子ちゃんが必要なんですね。頑固電子ちゃん、で、頑固電子ちゃんというのはレアアース R 元素が持ってるんですね。で、R 元素で、磁石には磁気方向の頑固さ、これは磁気油胞性っていうんですけども、それが必要なんですね。で、それにはその R がその役割をしてるんですね。で、このようにですね、そのある物質の中では、仲良し電子ちゃんが規則正しく並んでいる集団の中に、一定間隔で頑固電子ちゃんが配置される、こういう構造ができるんですね。そうするとこれが理想的でして、全部が同じ方向を向いてますと。しかも外から磁石を動かして磁界をかける方向を変化させてもですね、びくともしない、じっとしてるんですね。これが磁石ですね。 NS がずっといつも一定のところにある、これが永久磁石ですね。ですからこの構造が必要だということですね。で、それには仲良し電子 T と頑固電子 R が協力して、このような構造を作らないといけないということです。で、1970年代の最強磁石はサマリウムコバルト磁石っていうものでした。で、サマリウムの、これ SM、 さっき周期表でありましたね、 SM、 これはレアアースの一種ですね、この赤いものですね。それから、コバルト、このコバルト、これは T 元素、鉄属元素の一種ですね。で、鉄属元素が規則正しく並んでいるところに、このサマリウムコバルト磁石を構成する物質、サマリウムにコバルト17という化合物、それの結晶構造ですが、その結晶の中では鉄属元素であるコバルトのが規則正しく並んでいる集団の中に、一定間隔できちっとこうして頑固電子を持っているサマリウムが配置されている。これによってですね、サマリウムコバルト磁石は世界で一番強い磁石だったんですね、1970年代で。これを模式的に見たものですが、このようにコバルトの仲良し電子ちゃんの集団の中に、一定間隔でサマリウムのからの頑固電子が配置されている。これがサマリウムにコバルト17化合物なんですね。で、このような物質に、その磁界をかけるんですね。
強い磁石を近づけるとか、コイルに電気を流すとかして磁界をかけるんですね。そうすると片方に N ができて、片方に S ができて、これでいつまでも永久磁石、N と S がいつも同じ方向になっていると。どんなことがあっても変わらない、これが永久磁石ですね。こういうふうになるはずなんですが、ところがですね、そうはいかないところがあります。というのは、人間が作るものはですね、必ず欠陥があるんですね。完全に、完全なものってできないんですね。で、この図もですね、ここに頑固電子ちゃんがいるところが抜けてしまっていると、こんなことどうしても起こってしまうんですね。そうするとですね、この部分が欠陥になるんですね。で、欠陥がありますとですね、磁界をある方向にかけて、片方に S 極、片方に N 極って一旦はしてやってもですね、ちょっと時間が経つと、こういうふうにそこの欠陥のところからちょっとずつこの磁気の方向が変わってしまうんですね。そしてだんだんと変わって、こうしてこういうふうに S 極が反対になりましたよね、下に。こうなったらこれはもう磁石ではなくなるんですね。外に磁束が出ていかないんですね。何も外に出ていかないと、こうなってしまいます。ですから欠陥があるとどうしてもそういうことが起こるんですね。で、これを今の物質をもう少し原子レベルじゃなくて、もうちょっと大きなスケールで見たとき、もうちょっとマクロに見た時ですの図ですが、やはりこの物質にこの磁界をかけて、下が S 極、上が N 極になるように磁化してやりましたと。磁界をかけて極を作ってやりましたと。で、このままだったらいいんですけど、ここに欠陥がありますと。そうすると、欠陥がないものができたらいいんですけど、どうしても欠陥があります。そうするとそこのところからだんだんと広がって、とうとう半分は SN 方向が反対になってしまいました。これは磁石ではないわけですね。ですから化合物のが無垢の化合物っていうのはですね、なんかいい化合物ができてもですね、それは磁石にならないんですね。それはそういうもう誰も作れないんですね。ところが方法、それを元に磁石にする方法があるんですね。それがこの、セル状構造っていうものを作ってやると、化合物に別の元素を加えるなどしてですね、これは合金化するって言いますけども、そういう それで、その製法とか、いろんな条件を工夫してですね、セル状構造っていうのを作ってやるんですね。そうしますとですね、この化合物とこれセル状構造っていうのは、これは一つ一つセルですね。で、小さなセルに区分けしてやるんですね。小さく分けてやると。そして分けて、そのセルとセル の間にはですね、なんか別の層を作ってやって、ここはですね、磁気の壁を作ってやるんですね。で、ここは先ほどの磁性体、ところがここの境界はすべて磁気の壁を作ってやります。ここからここは磁気的に分離してやります。そうするとここに欠陥があってもですね、こういうふうにだん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 ここから壊れていくんですけども、ここで止まってしまいます。そうするとここ1個だけ磁石でなくなりまして、あとはそのままの状態なんですね。こういうふうになりますとですね、ここ1個、他はこれ小さいですから、これ何億個とか何十億個ってあるわけですから、そのうちの1つや2つこう磁石でなくなっても、全体としては磁石の性質を維持しているということ、そういうアイデアなんですね。で、それで人類はみんなでこういうふうに磁石を作ってきたんですね。ですから新磁石を見つける場合もですね、まず磁石に適した RT 新化合物を見つけると、そういうことが必要なんですね。磁石に適した、これ RT 新化合物というのは、先ほどの仲良し電子ちゃん T と、それから頑固電子ちゃん R が、その規則正しく配列している、そういう化合物を見つけて、いい化合物を見つけますと。
で、そしてその化合物をもとにですね、組成とか合金元素とかそういうものをいろいろ作り方とか工夫しまして、セル状構造を作るんですね。そうすると、それができると万歳ということになるわけで、それを私は1982年に、万歳ってした記憶があります。はい、じゃあどうやってその実際に私はネオジウム磁石を見つけたんでしょうか。私はですね、大学は電気工学科で、それから大学院に行くときに材料科学者になりたいと思ったんですね。私は今も材料科学者だと思ってます。で、神戸大学の大学院博士課程、それから東北大学大学院博士課程に行きまして、で、材料科学の研究室に所属しました。で、そこで勉強したんですね。で、研究テーマは大体、このような両方似たテーマでして、固体表面の性質とか構造とか結晶成長の電子顕微鏡による研究、あるいは電子線による研究、そのようなことがテーマでした。で、私は大学院で材料科学者、いい材料科学者になろうと思ってですね、その研究も一生懸命やりました。しかし あまりいい成果も出せなくてですね、それから残念ながら よくできる研究者にはなれなかったと思ってます。ですからここで私ちょっと涙流してますけど、こんな感じでしたね。残念ながらなれなかったんですね。でも所属研究室以外の多くの研究室、有名な先生がいる研究室に行ってですね、そこで勉強したりですね、臨講に参加したり、そのいろんな聞きに行ったりしてですね、積極的にそういったところに行って他の分野の勉強もして、特にですね、基礎的な研究室ですね、基礎研究の研究室に行きました。そして材料科学者としての実力と感覚を身につけたと思ってます。で、博士課程終わりましてですね、大学に残りたかったんですけれども、その願いは叶わないでですね、富士通研究所材料研究部というところに入ったんですね。で、そこでですね、会社から与えられた研究テーマっていうのは、リレーやスイッチに使う磁性材料の開発っていうものでした。でね、私そんな、いろんな研究室に行って勉強したって言いましたけど、大学院時代でもね、基礎研究の研究室で具体的な何かある材料の開発とか研究とかそうやってるところではないんですね。ですから磁性材料も全然勉強したことはないんですね。だからやったことがないし、困ったな、自信がない、困ったなっていう、そう思ってどうしようかと思ったんですけどね。でも会社から言われたらもうやっぱり会社ではやらないといけないですから、やることにしました。で、その時の自信のないのが私このような表情ですけど、こんなに可愛くはなかったんですけどね。で、会社に入ってから5年目ぐらいにですね、研究テーマが与えられまして、私単独に与えられたんですね、私一人にですね。で、そのテーマがフライングスイッチ用サマリウムコバルト磁石を開発せよっていうものでした。で、フライングスイッチっていうのはね、こういうふうにガラス管、この直径が1ミリとか 1.5 ミリとか細いガラス管ですね、そこにね、このこれガラス管ですから、この磁石片、小さい磁石片、円柱形をしている磁石片ですね、それをですね封じ込めるんですね、封入しまして、そして外から、コイルに電気を流してですね、こっち動かしたりこっち動かしたりして、電気のスイッチングをする、高性能のスイッチなんですね。そういうものに使うサマリウムコバルト磁石なんですが、このサマリウムコバルト磁石スイッチングする回数が増えてくると、磁石が壊れちゃうんですね、だんだんと壊れてくる。で、私に与えられたテーマは、スイッチング回数がその多数回になっても壊れないサマリウムコバルト磁石を開発しなさいということでした。で、磁石の研究って本当に最初はやったことないし、それからリーダーもいないし、
私一人に与えられたもので、困ったなと思ったんですけれども、でもやりだしたらすごい面白くなったんですね。やっぱ自分に合ってたんだと思うんですが、すごく面白くなりました。それで磁石の勉強とか言ってますが、すごくよく勉強しました。朝から晩まで勉強して、家に帰っても勉強しました。全部独学ですね。それから磁石の製造装置なんて、この、まあ、そんなに立派なものじゃないですけども、あの有給設備をですね、いろいろ集めてきまして、自分で作りました。でこんなことできたのもみんなですね、大学院時代に実力養成の時代、実力養成が生きたんですね。いろいろ基礎的なことをいろいろ勉強してましたから、それから実験装置作るなんていうのをよくやってたんですね。ですから、そういう経験、実力養成が生きました。で、まあ、どんどんのめり込んでいきまして、もう本当に楽しくて仕方がない、気持ちになって、磁石の研究にのめり込んでいきました。で一方ですね、壊れないサマリウムコバルト磁石の開発っていうのは、当時の磁石研究の主流であるサマリウムコバルト磁石を、いろいろこう勉強しましてですね、どんどん勉強していったんですが、それと機械的強度改善のアイデアっていろいろいくつかありましてですね、そういうものをいろいろ考案しました。こういうのすごく合ってたんですが、いろいろアイデア出てきましたね。そして、開発は順調に進んでいったんですね。サンプルをそのアイデアに従って作りましてですね、で機械的強度を測って、磁気特性を測ったりしてやっていきました。でどんどん進んでいきました。ところがね、こういう研究しながらずっと疑問に思ってたのは、これ全部サマリウムコバルト磁石、当時の磁石はみんなサマリウムコバルト磁石ですね、なんでサマリウムコバルトでコバルトなのかと、なぜ RFE 磁石はできないのかってずっとこう考える人ですね、考えてました。で鉄はね、資源はもうコバルトに比べたら無尽蔵なんですよね。それから鉄はコバルトよりも大きい磁石の元を持っていると、小さい磁石の電子ちゃんですね、あれがねもっとこう密度が高いんですね。大きい磁石の元を持っているんですね。ですから 鉄で磁石ができたら、コバルトでできた磁石よりも強くなるはずだっていうのも分かってるんですね。ところがね、誰もできないし、あんまりやろうとしないんですね。まあ、ちょっとそれは話が長くなるんですけども、なんかコバルトでなければ磁石できないと思い込んでるんですね。で私は、初心者ですから、そんなにことにとらわれてなかったんですね。でそういうなぜいろいろこう勉強したりして分からなかったんですけども、それをですねヒントを与えてくれたのが、このシンポジウムに、出席した時で、1978年1月31日の開催されたシンポジウム、軌道類磁石の基礎から応用までっていう、シンポジウム、金属学会主催のシンポジウム、東京で開かれまして、その時に、この浜野正明さん、今日も来られてますけども、彼がヒントを与えてくれました。彼は、ほとんど の彼の講演のほとんどは R コバルトの化合物の性質や、状態図、金属学的な説明を、基礎的な説明をされたんですが、ほんの数分ですね、RFE 化合物が磁石にならない理由について説明されました。で彼はですね、こういうふうに言ったんですね。これが RFE 化合物なんですね。その化合物でなぜこれが磁石にならないのかということを説明したんですが、それはこの化合物の中では鉄と鉄の原子間距離が近すぎるということが、この原子化合物の強磁性状態が不安定なその理由だということを説明されました。で私はですね、それじゃあその、このカーボンとかボロン C や B ですね、炭素ボロン放素、こういったものは原子の大きさが小さい原子だということは分かってまして、こういう中にコロコロ入っていくんですね。これを格子って言いますけど、中に入っていきます。入っていくところをぐっと広げてくれますから、そういう鉄の原子間距離がこういった C や B を合金化することによって広がるんじゃないかというアイデアを持ったんですね。で、私の修正はその当時、
すぐ実験するっていう習性がありまして、かえってですねもうすぐこのアーク溶解炉っていう簡単な溶解炉があるんですね。本当に10分ぐらいで、そのなんか合金が作れるんですね。こういう原料をこう調合してですね、そしてブーッとこうアーク溶接みたいな装置なんですが、それでその溶かしてインゴ小さな合金を作るんですね。でこれをどんどんたくさん作っていってですね、で次から次に磁力計で磁気を測定したり、X 線解説っていう装置で結晶構造を解明したりやっていったんですね。でね、ほんのちょっとやってもう短期間でですね、これは何かあるぞって思いました。で、新磁石を見つけるには、さっき言いましたように RT 新化合物を見つけるっていうこととそれからセル状構造を それを元にして作るっていうことですけど、こちらの方は比較的早くネオジ鉄ボロに近づいてるんですね。で1978年中にこのネオジム鉄ボロの組み合わせが有望だということを発見していました。ところがそれを誰かに説明し他の人に説明しても誰も関心持ってくれない。それはですねこういう磁石としての構造ができてないから磁石になってないわけですね。で磁石にならなかったらそんな合金のなんかこう粒を見たって誰も関心持ってくれないんですね。まあ、そんなことで状態が続きました。で一方ですね壊れないサマリウムコバルト磁石の研究っていうのは、どんどんと研究が進みましてですね開発目標を達成してしまったんですね。1979年には達成して、国際会議で発表させてもらったりなんかしたんですが、でね磁石のでところが、それをもう発表したらもう磁石の研究はおしまいだということを富士通のトップから言われたんですね。でいやそんなこと言われてもこれ私このネオジ鉄ボロン磁石って、はっきりとこの言ってませんけども RFEB ですね、そういう磁石が何かなりそうだっていうのを見つけている糸口をつかんでいると思ってるのでなんとか続けたいって言ったんですけども、ダメです、もっと富士通らしい研究しなさいって言われたんですね。これはね そんなに無理なことではなくてですね、富士通はやっぱり磁石をなんか作る会社じゃないですから、コンピューターの会社ですからね、もっともなことで別におかしなことを言ってるわけじゃないんですけども、でもとにかく、私はですねそれに従わざるを得なくて、このネオジ鉄ボロン、これはっきりとしてないんですけども新化合物と、なんか見つけてかかってるそのネオジ鉄ボロンのこれというのがありました、ネオジ鉄ボロン の化合物近いものを見つけてるんですけれども、それをセル状の構造を作らないと磁石にならないですね。それもね 今だから言ってるんですけども、なんかこうしないといけないというイメージを持ってるわけですね。セル状、それがセル状構造ですが、それを作って磁石にするということはその研究はやりたいと言いましたけども却下されてですね、できなかったんですね。そして、公式テーマとして取り上げられることなく終了して、以後私の頭の中でのみ存続し私は公認された他の研究テーマを遂行していきました。でしかしですね決して諦めなかったんですね。頭の中でずっと待ち続けていろいろ研究を頭の中で進めて、時々は実験サンプル余ってるサンプルでなんか溶かしてみたりなんかしたりしていました。でもとにかく上司との決定的な事件、上司非常に怒り大きな声で怒鳴る上司がいまして、ものすごい大きな声で怒鳴られたことが契機にですね、私辞表を出しまして、そして富士通研究所を退職、そして、住友特殊金属に入社したんですね。これは大阪と京都の境目ぐらいにあるところで、それ以来私ずっと京都に住んでるんですね。82年、ちょうど30年目ですね。
で、住友特殊金属の実験室で世界最高記録の磁気特性を持つネオジ鉄ボロン磁石っていうのはそれからすぐに見つかったんですね。1982年5月セル状の構造を持っているとこうもそうつくそう、そういうイメージを持って開発したものですね、が、まあ、できたんですね。で、まあ、このようにですねこういう言葉がありまして、発明は一人でできる、製品化には10人かかる、量産化には100人かかる、こういう言葉がありますけれども、私はこのネオジウム鉄ボロン磁石については先ほどのお話とは違って、この発明は本当に私一人でやったと思ってます。ただ製品化あるいは量産化、いろんなことをやらないといけないですね。それには非常にたくさんの人がかかります。でこれをですね、住友特殊金属の仲間と一緒に、短期間で成功させました。で82年に発明して、それから85年から、生産始まったんですね。非常に早いですよね、生産非常に早く生産始まって、それから毎年毎年売買ゲームでこの量生産量が増えていきまして、用途はほとんどがこの電子機器、このハードディスクなどのハードディスクドライブの電子機器など電子機器ですね、そういうものに大歓迎を受けて、どんどん生産量が増えて2000年には1万トンを超えました。はい、そういうことで、見つけたんですが、じゃあさらなる発展を支えるということについてお話ししますと、今あるいはこれからですね、最も重要なネオジム磁石の用途はこの自動車とか、エアコンとかに使われる比較的大きなモーターとか発電機ですね、そういうそれが非常に重要で、それがまあエネルギーの節約を働きをするわけですが、でこれはハイブリッドカーのに使われるモーターと発電機を示します。でこういったハイブリッドカーや電気自動車がどん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 増えますね。ハイブリッドカーにはネオジム磁石が1キログラムぐらい使われるんですね、1台あたり。でこのハイブリッドカーや電気自動車、これからどん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 増えていきますから、その需要、そのネオジム磁石の需要も非常に大きく伸びるということが予測されています。それからエアコンはですね、夏の暑い時は本当にこうピークに達するのはエアコンですよね。エアコンは非常にこうエネルギーを消費します。たくさんどこにでもあるものですからね。でそれにこのネオジム磁石を使いますと、そのコンプレッサーの効率がもう究極的にこう上がってですね、エネルギー消費を大きく抑える効果を持っています。それから風力発電にネオジム磁石を使いますと、風力発電が高効率になって、また高性能になる、音がしないとかですね、いろいろな高性能になるわけですね。で、まあ、私はこれからですね、エネルギーの問題非常に心配ですけども、この風力発電、特にこの洋上風力発電というものをですね、日本の主力電力源にするということを提案してですね、いろいろ私これから運動していこうと思ってます。でエレベーターこれもあるメーカー、エレベーターのモーターのエレベーターのメーカーのこれ図なんですけども、こういうふうに非常に大きな効果は、このネオジム磁石を使う前と後でですね、これだけそのスペースの節約になるんですね。それと省スペースと、もちろんエネルギーの節約、電力消費が半減すると言ってるんですね、こういう効果があります。まあ、このようにこのような用途がこれからどん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 重要になってきて伸びますので、それに応じてネオジム磁石の需要がどんどん伸びていくということが予測されています。で2015年には10万トン1年間に10万トンのに達するということを予測されています。
で、ところがですね、これだけの需要に応えるためには資源問題、レアアース問題、これは皆さんよくこの頃お話聞くと思いますけれども、資源問題を解決しておかないと、それが実現できません。そのことについてお話しします。これはですね、ネオジム磁石の磁気特性マップと対応する応用を示しております。で、縦軸は最大磁気エネルギー積って言いまして、これはね、磁石の強さの指標なんですね。上に行くほど強いんですね。それから、横軸は保磁力って言って、これは耐熱性、ネオジム磁石の場合は耐熱性の指標で、この10のところが100度 C ぐらいですね。それから30これキロエルステッドっていうんですけど、30のところが200度 C ぐらいですね、耐熱性があるんですね。で、MRI とかハードディスクとかこういうものはあんまり耐熱性いりませんから、こういうものは、高最大磁気エネルギー積の最大一番大きいものを使います。それから、このモーターとか発電機は、こういった高い耐熱性のものが必要なんですね。ハイブリッドカー用は200度 C に耐えるというものが必要なんですね。ところが資源の問題はあります。これは資源組成を示しています。質量パーセントですね。一番高エネルギー積の材質はネオジムだけでいいんですね。レアアースとしては 31%。 ところが真ん中の黄色い材質はトータルは31ですけども、ディスプロシウムが 5%。 それから一番高耐熱性の材質は3分の1がレアアースの3分の1 10% がディスプロシウムなんですね。ところが自然界にはそんなにはありません。もうネオジムの10分の1以下なんですね。しかも中国の一地域、南の方の一地域にだけにしかない。ですからこれを使わないでいいようにしないと安定してハイブリッドカーなど生産できません。ですからできるだけですね、ディスプロシウムを減らしても耐熱性のあるものを作らないといけない。それが非常に大事な課題になってきます。できたらこのネオジムだけで、これだけの耐熱性があるものっていうのを作りたいんですね。それが目標です。で、こういう低ディスプロ、ディスプロシウム少なくて高耐熱のネオジム磁石の開発っていうものが非常に重要なんですが、こういうテーマをですね、私はインターメタリクスの中で研究開発をしてきましたが、京大桂ベンチャープラザっていうベンチャーのインキュベーション施設に入居してですね、この研究どんどん進んでいったんですね。非常にこういうインキュベーション施設に入るってことは良かったなと思ってます。で、そこに入ってですね、ベンチャーキャピタルとか銀行などから投資をしていただいてですね、さらにその研究が進むと三菱商事とか大同特殊鋼のような大企業からも大きな投資がありました。それから経産省とかネドの国家プロジェクトとしてもですね、大きな予算をいただきまして、そしてこの研究がある程度成功したんですね。で、それはですね、さっきのセルっていうこの結晶粒ありましたね。セルのそれをさらに微細化にしていくと、その他いろんなマイクロストラクチャーを微細構造を改良するんですが、そういうことによってですね、ディスプロシウムをと少なくして、しかし耐熱性は高いという材質、新材質を作る方法、組成見つけましてですね、新製品を見つけたんですね、作り方もね。で、その製品をですね、新会社インターメタリックスジャパンという新会社、これは三菱商事大同特殊鋼、それからモリコープというアメリカの会社がジョイントベンチャーで作ってるんですが、製造会社で今量産工場が、もう建設中で、2013年初めから量産開始の予定です。さて、研究者になってよかったということについて移ります。何が私を研究に駆り立てたかって、子どもの頃から私よく言われるんですけども、それについてこんなふうに答えたことを覚えてます。子どもの頃、湯川秀樹先生に憧れたと。その憧れの気持ちがいつも私を前向きにしてくれた。
それから研究者として駆け出しの頃、学会や研究会会場などで私はいつも先輩研究者から軽視され、挨拶も交わしてくれなかった。今に社会のためになる研究をして人から認められるようになるぞ、この強い自己顕示欲が目指したいという気持ちが私を研究に駆り立てたんだと思います。で、研究者の仕事素晴らしい、人の最大の喜びは社会のためになることですね。研究者は頭脳活動によって研究し、研究が成功すれば社会に貢献できるということで、研究者は地球温暖化防止などさまざまな社会的難問を研究によって解決していけると思います。そういう意味で研究者あるいは研究科学者ほど素晴らしい職業はないと思います。それでもう一つでちょっとだけ私ちょっと時間過ぎましたけど言いたかったことはあったんですけど、私ね、涙を流した時ありましたよね。大学院時代出来は良くなかったのに、研究者としてはね、でも今今日こんな大きな賞をもらってここにいるわけですけど、何が違ったんだろうって考えてるんですけどね、大学ではですね、研究基礎研究をやっていまして、基礎研究っていうのはつかみどころがどころないっていうのは、何を明らかにしたら何が成果があるのかっていうのは、分かりにくかったんですね。ところが大学会社に行くと、これを開発しなさいとか、なんかはっきりしたものがありますよね。それがね、私に合ってたんだと思うんですね。なんかターゲットがはっきりしてくると、そしたらいろんなアイデアが出てくるんですね。そういうアイデア、私はある程度アイデアマンだと思います。でもね、基礎研究ではアイデアマンってあんまりね歓迎されないんですね。基礎研究やってる時に私いろんなアイデア出したら、佐川君アイデアあるね、バッハッハッと笑うんですよね。そういうところもあるんですよ、基礎研究の人たちってね。やっぱりしっかり勉強してですね、よくできる人がいい研究できるんでしょうけど、私はね、そういうターゲットがはっきりした時にいろんな、それを解決するためにアイデアを出すっていうのが私にできることだと思って、それが私の今のある理由だと思ってます。ご清聴ありがとうございました。